はい、今日は1日10分の運動で痩せるための、まあ、非常にシンプルな運動を紹介します。まあ、もちろんレベルに合わせて最初は3分からとか5分から始めても大丈夫です。何をやるかというと、プッシュアップ、そしてスクワット、あと懸垂ですね。これを少ないレップ数で、時間内できるだけ多く繰り返していきます。まあ、例えば家でやりたいけど、あの懸垂のバーが家にない場合は懸垂の部分を、腹筋運動に変えて大丈夫です。だから、プッシュアップと腹筋とスクワット、これを繰り返していきましょう。でレップ数も、自分のレベルに合わせて変えていきましょう。まあ、例えば懸垂が苦手な人は、懸垂だけ1回とか、まあ、2回とか、あとのプッシュアップとスクワットは5回ずつとか、まあ、そういった感じでやっていくといいと思います。まあ、とにかく時間内動き続ける。まあ、10分なら10分動き続けて、しっかり代謝を上げて消費エネルギーを高めていく。まあ、代謝を上げることができれば、基本的に代謝が高い時間っていうのはずっと続くんで、そのまま、まあ、要するに代謝が高い状態のまま日常生活を過ごすことによって、まあ、普段の日常生活においてもいつもこう運動していない時よりも代謝が高い状態を保ちながら生活することができます。で今日は10分間で、懸垂、プッシュアップ、そしてスクワット、これを、5回ずつ繰り返していきます。
まあ、ちょっと今日の感じだとプッシュアップとスクワットのレップ数ちょっと増やして、懸垂をちょっと減らした方がまあ良かった、バランスが取れてたと思います。まあできないということはなかったんで、まあ、なるべく途中でやめないように、まあ、10分が長いと感じる人は5分、そして、まあ、初心者の人はまあ大体3分ぐらいから始めていくといいと思います。できつくなってきたらプッシュアップも膝をついてやってもいいし、懸垂ももう1回だけ、全く上がらなくなってきたらこう飛びついてそれから降りるだけでいいんで、ここでの目的はあくまでも筋肥大ではなくこう代謝を上げること、とにかく動き続けること、要するに動きを止めないということを目標に頑張ってみてください。まあ、慣れてきたら、まあ、急に10分いきなりやるの厳しいかもしれないので、まあ、10分を分けて、5分2ラウンドとか、まあ、もしくは、3分3ラウンドで、なるべくこう上がった状態でやりたいんで、インターバルもそんな長く取らずに、まあ、大体30秒から、1分ぐらいでやっていくといいと思います。で、まあ、夏までに痩せたいっていう人はやっぱ結構多いと思うんですけど、もう夏までに痩せたい人はもうとにかく今のうちから始めておかないともう間に合わないと思っていいです。とにかく早めにトレーニングを始めて、まあ、もちろん食事もちょっと考えて、まあ、脂質と炭水化物を取りすぎてると思う人は、少し減らす、全く取らないというのは、バランスが悪くなるんで、栄養素バランスしっかり考えながら、まあ、三大栄養素をしっかり、炭水化物とタンパク質、脂質、まあ、これちゃんと取りながら、トレーニング続けてみてください。ご視聴ありがとうございました。